カムイシン市の紋章カムイシンは、ロシアボルゴグラード州の都市、ボルガ川のダム湖、ボルゴグラード湖岸のカムイシンカ川との合流点に位置する。北のサラトフと南のボルゴグラードの中間にあたる。人口は2002年全ロシア国勢調査で127,891人。1667年、カムイシンの村がカムイシンカ川佐岸に建設された。 1697年には、川の対岸にピョートロフスカヤの砦と町が築かれ、ドミトリエフスキー連帯が駐屯したことから1699年には、ドミトリエフスキーとも呼ばれるようになった。1710年、左岸の住民全員が、右岸のドミトリエフスキーに移転した。1780年には、ドミトリエフスキーは、カムイシンと改名されている。19世紀、 カムイシンは製材所や風車のある工業の町であり、同時に一帯の商業の中心地でもあった。また、スイカの取引でも知られた。第二次世界大戦では、120km 南のスターリングラードが物体となったスターリングラード、攻防戦の負傷兵が療養する場所となっていた。また、ソ連の中央、アジアなどから徴兵されて、スターリングラードで戦った。 アジア系の兵士たちが戦後、法省として水道や電気の整ったカムイシンに住宅を与えられて住むようになった。1958年から1961年にかけて下流のボルシスキーにボルゴグラード水力発電所とボルゴグラードダムが建設されて以来、ボルガ川にはカムイシンを越えて上流にまで続く大きな貯水湖が形成された。 第二次世界大戦で重傷を負い両足が義足になりながらも赤軍のエースパイロット及びソ連邦英雄になったアレクセイ・マレシエフは1916年にカムイシンに生まれた。その他の著名な出身者にはサッカー選手のデニス・コロデンラがいる。現在、カムイシンにはサッカークラブ FC テクスチリシクカムイシンがある。1992年から1996年には ロシアサッカートップリーグに属し1993年には4位となり、1994年から1995年 UEFA カップの予選2回戦にも進出したが、2002年以降は4部のアマチュアリーグに属している。ありがとうございます。